はい、おはようございます、シーノです。今日はですね、先日、テムさんから、購入したドラレコ、それからミニ掃除機、まあブロワーもついてる2 in 1のやつなんですけど、これとそれからバフこれアタッチメントかな、一緒に入ってる、これバフのセットね、これ買ったやつね。これをですね、ちょっとね、レビューしてみたいなというふうに思ってます。シーノくんチャンネル。はい、いつも使ってる、ドラレコはね、ミラー型のドラレコ私使ってます。これはね、このままにつけたままで、今回は、おいしょと、ちょっとね遊びなんでね、ここら辺にねつけようかなと思ってます。この保護シールね、これを剥がす、こんな感じでね、はい、この辺かな、この辺につけとこうか、とりあえずピッ、はい、簡単につきます。ただ両面テープでね貼っただけなんでね。でこれが内側カメラ、キュッキュッとこうね回りますよね。でこの電源がね、この横にねから取るというものですね。よいしょ、つけました。これをシガーライターのところにつけます。はい、取り急ぎ、これで来ましたね。はい、こんな感じです。はい、それじゃあね、電源入れてみますね。電源はねこの下のにあって、この下側ですね、一番右側、ちょっと長押しです。お、ついたついた、ほら、やっほー、やっほほー、見える、もっとアップはできないか、こんな感じですよね。でこれで少しね角度をこうつけて、はい、やっほー。でね、この横からね SD カードね、まだねSD カード買ってきてないんで、録画の方ね、ですけれど、こんな感じで簡単についちゃう。なんとこれがね、あ、ちょっとね今バッテリーがね充電不足なんで、初めちょっとね長く充電しておかないと切れちゃうんですよね。じゃちょっとね、これは少し充電をかけておいて、後で、ちょっとね走行の画像がどんな感じなのかね、ちょっと見てみたいと思いますね。バフなんですけれど、このバフについては、1,2,3,4,5、それからモケモケのがあって6枚、これが入って、でこのアタッチメントがねこうついてるわけですよ。で、このバフなんですけれど、全部、スポンジバフなんですけれどね、5枚はスポンジバフなんですけれど、全て、硬さが違います。これね、オレンジのやつはすごく硬い、赤が一番柔らかかったかな。でポツポツの山もねたくさんありますしね。でその次に柔らかいのはブルーかな、うん、このブルーがね、はい、ブルー、次黒、こう少しずつね硬くなってくんですよ。で緑があって、このオレンジがですね、まあ山もねすごく大きくこう形状が切られてて、で硬いんですよね、うん。まあ、使い分けしてですね、いろいろな部分をね、磨いていきたいと思うんですけど、あともう一個がこのモケモケのね、バフなんでしょうね、このモケがね、ね、うん、毛がねちょっと抜けるんだ、早くも、はい、こういうものが入ってます。
でこれをね、通常のポリッシャーにつけて、磨いていきたいというふうに思ってます。はいはい。それからですね、こちらのミニ掃除機なんですけど、2in1 って書いてるんですけどね、見えるかな、通常のですね、はい、まあ、これここにつけるノズル、これで吸う方で、まあ掃除機ですよね。でちょっとこういう分かる、ちょっとブラシがついてるソケットがねついてます。それからまあブローの方なんですけれど、逆をこっちが掃除機側でこっちがブロー側ねっていう形なんですけれど、でブローのところにはこの先端にこれをねここにくっつけるんですよ。そして見えるかな、これねふーっと吹いてるようなね感じですよね。これがね、ブロワーになるというところで、ホコリやねそういったものを、吹き飛ばす役目をしているというものなんですね。はい、ちょっと見づらいかもしれないですけどね、はい、こんな感じですね。で実物についてはこれ、ここね、もうさっきねここフローの方はこっちをね、つけたんですね。それから掃除機の方はこれノズルがねこうついてます。でここにゴミが溜まってね、これで取って捨てると、それで、簡単にねお掃除ができるっていう形ですよね。はい、はい、それではねこのミニ掃除機ね、はい、こういうところね、いいな、あこれ十分綺麗に吸える、軽くてねハンディ、うん、あすごいホコリが綺麗に取れますよ。これはいい、これはいい、うん、これはいいですね。シートのね、こういうところね、あ、綺麗に、お、これはいいぞ、はい、ブローの部分をね試したいと思いますね。でね、水滴、これはね水滴は厳しいかな、飛ばないですもんね、そんなにね。これはちょっと水滴は厳しい。これマフラーにつけて音を変えるという商品ですよね。気に入って
ていうところはあるんですけれど、ちょっと面白いかな、買い物がね。そんな感じで今回はね、お買い物を楽しみました。またいろいろとね買ってみたいなと思います。それではね、またしのくんチャンネルよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。